まあ、それをどう神戸の方が崩していけるのかっていうところですよね。はい、佐藤主審の笛が鳴って前半45分スタート。神戸のキックオフ、スローインです。マテウス、前田が動き出しをしていましたが、しっかりと今前田に対しては西がついてました。古橋、イニエスタ、浮き球、上を使った、ドーグラス、クロスバー、テクニカルなシュートを見せたドーグラス。惜しいシュートもありました。あ、そのシーンです。これね、いや、このシュートコントロールしてますよね。でも、はい、見てますね、しっかりとキーパーを。こう枠のマテウス、阿部に入った、阿部左足でクロスボール、ゴール前、こぼしていましたが前川取った。結構投手を前面に出す ね、 そうですね、ディフェンダーです。後半の45分スタートしました。左エンド神戸、右エンド今日は白いユニフォームの名古屋グランパスです。ダンクレー前に入ったが、マテウス、金崎、追いつけばチャンスになる、菊池戻る、金崎、マテウス、マテウス、これも横に入れた、長き出して、アベロシュート、ブロック、間一髪抜けられましたけどもね。先ほどの阿部のシュート、相当強い口調でフィッカデンティ監督は何か言ってます。少しマテウス選手のポジショニングが違うという感じは言ってますね。サンペール出して、古橋からドーグラス、イニエスタ、イニエスタ、素晴らしい、またもやスーパーゴール。自らのゴールもありましたが、今日は先制ゴールを自らの右足で決めました。ですよね、非常にこう、まあ、古橋選手、ドーグラ選手起点にこのワンツーからのシュート、まあ、ゴーケ選手からのボールもちょっとバウンド気味で非常に難しかったんですけども、タイミングを合わせながら、まあ、コースに狙ったシュートですよね。強さはないですけども、いや、素晴らしいゴールですね。イニエスタ、古橋、ドーグラス、古橋、ラケラック、こぼれ球、まあ、ここのイニエスタ選手からのセカンドボール、ドーグラス選手が拾ってからのこのシュートですよね。古橋選手よく最後まで、さあ放り込んできて、山崎セラセル、こぼれ球、クリアしたのはゴーケ。ここで笛が鳴りました。1対0、ヴィッセル神戸。